池田理代子さんです。どうぞ。まあ、マリー・アントワネットの、ね、はい、本をお読みになってということで、はい、シュテファン・ツヴァイクのマリー・アントワネットという本を高校2年生の夏に読みまして、ぜひこれを、まあ、将来漫画家になるということは全然考えていなかったんですけれども、何らかの形で、映画でも何でも私のマリー・アントワネットを描いてみたいということを思いました。24歳の時にその夢が叶いました。エアコンから水がポタポタと垂れておりまして、アントワネット様の絵は実は途中でエアコンの水にまみれてぐしゃぐしゃ波打ってしまいまして、その後上描くの大変だったんです。このようになんか自分が生み出したものが、こう子供という存在以上に世界中で愛されているという現象を目の当たりにいたしまして、なんか一つの私が生きた、この世に生まれて生きた証みたいなものが残せたかなと思っております。そういう意味で40周年目の集大成という形でこれだけ集まったということ、その辺をじっくりと味わっていただきたいと思います。